シング中継 Who's Next、解説はおなじみスポーツライターの布施浩二さん、そしてゲスト解説に元全日本フェザー級王者そして前 NJKF ライト級王者名古屋 JKF から佐藤拓也選手をお迎えしております。お二方改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ布施さん、はい、いよいよメインイベントを迎えました、日本オランダ国際戦、はい、内田康弘対するはノエル・ソアレス、はい、まずこのノエル・ソアレスという選手を改めて紹介してほしいんですが、ですね、この選手はですね、まあ、オランダでずっとキャリア積んでる選手なんですけども、はい、正直な話、日本ではそれほど知名度ありません、ただし地元では非常に活躍してる選手ですね。あ、なるほど、はい、パンチが非常に強いです、はい。まあ、もともと内田選手の対戦相手に上がっていたのが、まあ、K1 のリングでは正人選手とも戦っているパトリック・エリクソンという選手でしたね、はい、ただしパトリック・エリクソンにもですね、ノエル・ソアレスは1勝1分け勝ち越してるんですね。佐藤選手、はい、そういった意味では内田選手はいわゆる新作ビクトリージム仕込みの、はい、その無敵対の流れを組む戦い方をしま す、ね、そうですね、はい、それといわゆるこうロングフックが直ってくるようなタイプ、はいはいはい、どんなところが見どころになりますかね。内田選手は相手の選手 その長所を殺す戦い方しますよね。ですから多分内田選手は最初距離を前蹴りですとかで距離を取るんじゃないでしょうか。で勝機を見つけて、膝や肘に持っていくという戦いになると思いますね。なるほど、そのあたりぜひ注目してご覧ください。内田康弘メインの重責を果たし今夜の主役となれるか、Who's Next ファイナルバウトです。まあ、練習してきたことをそのまま出したいです。はい、なんか3回戦みたいなそんな生半可な感じにはできないと思うんで、だからもうこれはなんていうんですか、経験とかあとはその、まあ、こっちの部分とかそういうだと思うんですよ。だったら故に、まあ、練習してきたことをそのまま出せればいいっていう感じですね。はい、Patrick Ericsson just do want to do this. But he don't think what he do in the ring, you know. I'm thinking what I do in the ring, you know. Just hard kicking of hard punching is not good enough. You must think what you're doing in the ring, you know. And then you can win the game. But if you want only this kick hard and punch hard, you never win. Just think, do what you with your hands. いよメインイベントを迎えました。日本オランダ国際戦67キログラム契約3分5ラウンド、全日本ウェル
ター級王者内田康弘、対するは IKBF ヨーロッパウェルター級王者オランダから登場ノエル・ソアレス、セコンドにはプライドで活躍中のギルバート・アイブルを引き連れての登場となりました。危険な香りが漂っています。ここ後楽園ホール、連続 KO 勝ちの内田康弘、ノエル・ソアレスを迎え撃ちます。さあ第1ラウンドが始まりました。赤いトランクス、右足前に構えます内田康弘、一方青いトランクス、非常にたくましい体格をしていますノエル・ソアレス、前蹴り右のフック豪快、分回してきますね。瀬さんも入場からもう狩りのスタイルで登場してきましたけど、ちょっと怖すぎますね。ですね、セコンドも含めてっていうことですけども、ミドルキック重い、しかし表情変わりません内田。インドを放ちます佐藤選手、はい、左のロングフックかなり分回してきますね。そうですね、あれは気をつけないと一発で止まります。そうですね、インドを放ちます。これは足のフェイントを振っておいて右のストレートにつなげていきました。ソアレスパンチ、佐藤選手ちょっと今の攻撃多いですね、足のフェイントというか、あれはうまいフェイントのかけ方ですよね、うん、はい、これはフェイント、距離がじわじわと近くなっています。瀬さん、非常に内田選手はどっしりと構えています。ボディストレート、ボディアッパー飛び込んで放っていきました。ソアレスハイキック見えています。おっと右のフック、これが怖い、左のフックです。ここでペース握られたらまずいですね。瀬さん、やはりこれ下から崩していきたいっていうのはあるでしょうね。怖いような表情ですね。よく見てますね、ソアレスの攻撃をね。右のリードジャブ、これはフェイントのみです。ソアレス、佐藤選手、本当にここまで見てもマックスタイルの違う2人だと思うんですよね。内田選手の戦いはどうでしょうか。ちょっと内田選手立つ位置が良くないですね。もうちょっと相手の右に立ちたいですね。あ、なるほど、はい、プレッシャーすごい強いですね。いや、なんだ今はまさにハンマーを持って上から叩きつけていくような攻撃、狩りです。トマホークパンチみたいな感じですね。そうですね、はい、右のローキック、右のリードジャブ振っていきましたが、それ構わず前に距離を詰めてきますノエル・ソアレス。おっと危ない、内田は冷静、いい前蹴りですね。そうですね、はい、残り時間10秒切りました。ここは一旦足を振り返るようにして右のハイキック、おっと危ない、ハラミが右のフック、ここでゴング、第1ラウンド終了です。いや、今相手に視線を合わせずにポンポンと肩を叩いて、自分のコーナーに戻っていきました。内田、さあ佐藤隆選手、はい、内田康弘の戦い1ラウンド改めてどうでしょうか、振り返って。まあ、1ラウンドはこういう戦い、こういう展開になるのは、内田選手の持ち味なので、はい、今の段階ではちょっと何とも言えないですね、まだね、はい、逆に2ラウンド以降気をつけなくちゃいけない攻撃っていうのはどうなんでしょうか。そうですね、組んだ膝蹴りの組む近い距離か、それかあのミドルキックの遠い距離か、どっちかの距離を取りたいですね。中間距離にいるとあのフックが飛んできますので、なるほど、あれより近いところか、遠いところか、どちらかにいないと危ないですね。中間前というのが一番危険だと。そうですね、さあ間もなく第2ラウンド、さあ第2ラウンド始まりました。赤コーナー、赤いトランクス、赤いグローブの全日本ウェルター級王者内田康弘、一方青いトランクス、青いグローブ、オランダから登場ノエル・ソアレス。1ラウンドはソアレスが左のロングフック、これは脅威です。しかし内田も超冷静に戦っています。左のフック、
内田、右のガードが下がると怖いところです。間合いに気をつけて戦いたいのが内田。これはデコで受けています。アパワー、左のフック強引です。ちょっと蹴りが欲しいところですね、内田選手ね。なるほど、ボディストレート危ない、すぐ蹴りました。当初1打目対戦相手に決まっていましたパトリック・エリクソン、しかしそのエリクソンよりも強いという実績を実際に残しています。エリクソンと2回戦って1勝1分けです。いや、1打1打ガードの上からも効きそうです。決まりでか、これは無理をしません。佐藤選手、はい、ここまで内田選手は相手の攻撃が見えていますね。見えてはいるんですけれどもね、はい、いや足を抱えた、フィジー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 、いやーこれは非常な攻撃、前に出る内田、あっと内田の方からカット、あ内田の右の前尻ですね、まぶたのあたりから鮮血が滴り落ちます。ちょっと失敗そうですね。そうですね、見えなかったですね、はい、攻撃していたのは内田選手の方に見えたんですけど ね、 ね、その内田の、あ、これはいきますか、はい、いやしかしちょっとハンデを追っての戦いとなってしまいます。内田ピンチ、あ、右のフックが引っ掛けてくる、前に行く、左に取る、いや強烈な左のフック、内田この踏ん張り時だ、右のフックです。内田選手は前に出てですね、組みたいですね、組み込む状態に持っていきたいですね。では組んでいきたいところ、いやそうですね、そういうところがいいですね、今の攻撃ですね、はい、相手が相手が来ました、もう一つ、ああいいですね、はい、行きます、前に出てきます、左のローキック、ここから組み立てていくか、内田残り時間40秒切りました、ダンリアンド強烈、花筋を勝ち、内田が左の肘で向かい打ちにしました、カウンターで、膝切り合わせたいですね、右の肘、はい、いやー、ここで前に出てきます、膝を狙っている内田、しかし暴れまくりだスコアです、アパワーローキック、カウンター膝、左、いや今相手の気を反らすようにしてすぐに左の膝突き抜けていきました、ホントボール、いやー佐藤さん、これはもう失血との戦いですね、もうそこが踏ん張り時ですよ、そうですね、ローは効いていますよ、第2ラウンド何とか終了、にらみつけました、内田、いやいや後ろに188センチのギルバータイムルいますが構わずやるのかという表情見せました、内田、いや伏せた、はい、すごい壮絶な戦いだった、風が外れてきましたね、ですね、はい、もうセコンドも怖いですけどそれ以上に選手が怖いですね、そうですね、はい、いや佐藤選手、はい、しかしこれ内田選手はいい攻撃出していたと思うんですが、はい、しかしながらカットですよね、右の目のちょっと見えなかったですけれどもね、はい、もう展開としては、もう内田選手は相手がパンチを出す場合に組みたいですね、なるほど、で逃げるところを、組んでその後に肘、パンチに肘を合わせるんじゃなくて組んでから捕まえてから逃げるところを肘で、逆にこっちがカットしたいですね、なるほど、はい、ということはパンチが出せない距離で肘が届く距離ということですね、はい、そのあたり注目です。さあ第3ラウンド、いきなり右のロングフックから入ってきた、おっと体の中心を捉えました、ソレスの前蹴り、いやパワフルですね、ソレスはね、そうですね、佐藤選手どうですか、しかし内田のローっていうのは効いてますかね、うまくカットされてるんで、まだまだ有効ではないですね、ということはやはり距離ですね、肘が出せる距離、これが危ないところ、いやパンチが届かない、しかし肘が届く距離、綺麗に作っていった、これが SVG スタイル、いやこの距離も緊張感あります、ローキック、さあ首でこれですね、右の肘、いいですね、いや首をカッと捕まえて右の肘、ローキック、もう一つ、いや必死の肘、ちょっと痛苦しそうですね、苦しそうですね、はい、どうちょっとバランスしました、
の足打たれてそうな感じしますけどね。いや潜り込んでボディフック右の左の膝突き上げます。恐ろしい男でした。内田康弘3ラウンド2分15秒ノックアウトで葬りました。今後要チェックです。 I feel good, very very good. I feel so great if low kick is good. He tried to hit me with my leg, but I did always the block, you know. He's a good fighter, very good fighter. I sure was for himself, you know.